私たちが住むこの宇宙は、果てしなく続く無限の広がりを持っているのでしょうか。それとも限られた空間に収まっているのでしょうか。この質問は人類が長年にわたって持ち続けてきた最も基本的で奥深い疑問の一つです。今回は宇宙が有限なのか無限なのかについて、現代科学から得ることができる理解と証拠を探ります。宇宙の奥深くを旅するこの探求は、単なる科学的な探求だけではありません。それは私たち自身と私たちの存在が、この無限とも思える宇宙の中でどのような意味を持つのかを理解する旅でもあります。宇宙はどのようにして始まり、どのようにして現在の姿になったのでしょうか。宇宙の謎を探る旅において、これらの基本的な考えは、私たちが立ち向かうべき複雑な問題への入り口となります。ビッグバン理論は宇宙の始まりに関する物語を語りますが、この理論がもたらすものは始まりだけではありません。そして宇宙背景放射は、その始まりの瞬間からのメッセージを私たちに届けてくれるのです。宇宙の拡大に関しては、エドウィン・ハッブルによる1929年の発見が重要な転換点となりました。彼は遠くの銀河が私たちからの距離に比例して早く遠ざかっていることを観測し、これが宇宙が膨張している証拠であると結論付けました。この発見は宇宙が停滞しているわけではなく、常に変化していることを示す最初の手がかりでした。宇宙背景放射は宇宙がまだ非常に若く高温であった時代からの遺物です。1965年にアーノ・ペンジアスとロバート・ウィルソンによって偶然発見されたこの放射は、宇宙が一点から始まりその後膨張してきたというビッグバン理論の強力な証拠となっています。宇宙背景放射の研究は、宇宙の初期条件についての貴重な情報を提供し、宇宙の形状や組成、さらにはダークマターやダークエネルギーの存在についての手がかりをもたらしています。無限宇宙理論では、宇宙には境界がなく空間が永遠に続くと考えられています。つまりどれだけ遠くに行っても宇宙は終わることがなく、常に新しい星や銀河が存在するというわけです。この考えは宇宙の膨張が観測されていることとも一致していますが、膨張する空間そのものが無限であるという点で異なります。無限宇宙が意味することは想像を絶するほど壮大です。もし宇宙が本当に無限であれば、それは無数の可能性を含んでいることになります。例えば理論上は、私たちの存在するこの宇宙と全く同じ条件を持つ別の領域が無限に存在する可能性があります。また無限の宇宙では、物理法則が異なるかもしれない未知の領域が存在するかもしれません。このような考えは、私たちの宇宙観を根本から拡大し、新たな探求の扉を開くことになります。では無限宇宙の概念を支持する証拠は何でしょうか。宇宙の形状を理解する上で重要なのは、宇宙の大規模な構造と背景放射の詳細な観測です。宇宙背景放射のマップは、宇宙が全体として平坦であることを示唆しています。もし宇宙が平坦でかつ無限に広がっているならば、私たちが見ることができる宇宙は、実際には無限の宇宙のごく一部に過ぎないことになります。さらに遠くの銀河の分布やその動きを分析することで、宇宙がどのように膨張しているかを理解することができ、これも無限宇宙の概念を補強する証拠となり得ます。無限宇宙の理論は宇宙の理解を深めるための一つの窓であり、その真実を探る旅はまだ続いています。今度は宇宙が有限であるという異なる見方に焦点を当ててみます。宇宙が有限であるという理論は、私たちの宇宙には実際には境界があるという考えではなく、有限でありながら無境界、つまり閉じた宇宙の概念を提案しています。
有限宇宙理論の基本概念は、宇宙が一定の大きさを持ち、空間がある点で折り返すことで、宇宙を旅していると出発点に戻ってくる可能性があるというものです。この理論を理解する一つの方法は、地球の表面を考えることです。地球は有限ながらも、どこにも端がなく、地球の周りをずっと進んでいけば、最終的には出発点に戻ります。同様に、有限でありながら無境界の宇宙モデルでは、宇宙を直線的に進んでいっても、最終的には元の位置に戻ることになると考えられています。では、有限宇宙の理論を支持する証拠は何でしょうか？この理論を支持する一つの手がかりは、宇宙の大規模な構造から得られます。宇宙の形状を測定する試みは、宇宙の幾何学が閉じている可能性を示唆しています。これは、宇宙の双極率を測定することで推定され、宇宙が平坦ではなく、ある種の曲がりを持つ可能性があることを示しています。また、宇宙の膨張速度と宇宙マイクロ波背景放射の細かなパターンを分析することで、宇宙が有限であるという証拠を集めることができます。しかし、宇宙が有限であるという理論も、無限であるという理論と同様に、まだ完全には証明されていません。有限でありながら無境界の閉じた宇宙の概念は、私たちの宇宙観を拡張し、宇宙の究極の形状に関する新たな質問を提示します。私たちが観測できるのは、光が届く範囲内の宇宙の一部に過ぎず、宇宙の全体像を描き出すためには、理論物理学や宇宙論の枠組みを用いて推測を行う必要があります。さらに、宇宙の形状や大きさに関するデータを解釈する方法には、まだ不確かな部分が多く、これが科学者たちの間で異なる見解が存在する一因となっています。では、未来の技術や理論がこの謎を解明する可能性はあるのでしょうか？科学の進歩は止まることなく、宇宙を理解するための新しいツールや理論が日々開発されています。例えば、より高性能な望遠鏡による新宇宙の観測、宇宙の初期条件に関する新たなデータの収集、また量子物理学や弦理論のような新しい物理学の理論が、宇宙の形状や性質に関する新たな洞察をもたらす可能性があります。さらに、人類が宇宙に対する理解を深めるためには、異なる科学分野間の協力も重要です。天文学、物理学、数学などの分野が互いに知識を共有し、協力することで、宇宙の謎を解き明かす鍵を握る新たな発見がなされる可能性があります。そのすべては、私たちが持つ探求心から始まります。この旅は、私たち一人一人の想像力と科学的好奇心によって続いています。それでは、また次の動画でお会いしましょう。